脳みそが暇だからトロッコ問題について考えてみよう。制御不能となったトロッコが1台、その先には5人の作業員がいます。この時たまたま分岐器の近くに人がいて、トロッコの進路を変えれば5人の命は確実に助かります。しかし別路線にも1人の作業員が、5人を救うために1人の命を犠牲にすることは果たして許されますか？これ問題に無理があるよな。トロッコの暴走に気づいたならまずは大声で危ないって叫べばよかったのに。あと今の時代この職場環境は非常にまずい。だから制御不能となったトロッコが1台、その先には5人の作業員がいます。この時たまたま分岐器の近くに人がいて、トロッコの進路を変えれば5人の命は確実に助かります。もちろん声をかけようともしました。しかしこの職場では作業員のモチベーションを上げるために常にスピーカーから爆音でスーパーフライの魂レボリューションが流れているので声は届きません。あと別路線でも1人の作業員が働いていましたが、5人のうち2人がそちらに移動して平等になりました。みんな仲良しです。そもそもトロッコが暴走しているように見えたのは勘違いで、作業員の安全面に配慮して線路上での作業はトロッコが稼働していない深夜帯に行われます。その分深夜手当がつきます。何か問題でもありますか？よし、いい職場になった。ドゥフ。